皆さんこんにちは、ノマドフィルムのりょうです。本日は iPhone を使った星空の撮影について説明していきます。iPhone で星が撮れるって皆さんご存知でしょうか？意外と、こんな感じの写真が簡単に手軽に iPhone で撮れちゃったりするんです。本日はそれの撮り方についてご説明させていただきます。 iPhone 11以降で使用できるナイトモード、こちらを利用すると iPhone でも星空が撮れるようになるんです。普通に iPhone で写真を撮ろうとするとまあこんな感じになりますよね、夜の空っていうと。ではなぜこういう風になってしまうのか。一眼レフだったり、まあ、ミラーレス一眼とかいったカメラですと綺麗に星空が撮れたりするんですけれども、これの原理としましてはより多くの光を取り込むということが大切になってきます。でその光の取り込み方として、そういった一眼レフとかのカメラですと、まあ、大きいレンズを使ってより多くの光をそのレンズで取り込む。で、より優秀な大きいセンサー、その光を受け取るセンサーが大きいセンサーなので、そのセンサーで、光を取り込んで、さらにそれに加えて、長時間撮影を行う、シャッターを切る時間を伸ばすっていう方法ですね。それらの3つをやることで、星空、まあ、暗いところの撮影が可能になります。では iPhone だとどのように撮影するかというと、まず、レンズ、大きいレンズっていうのはこのレンズになるので、まあ、大きくはない普通の小さいレンズになります。でセンサーサイズっていうのも、まあ、これに合わせた、センサーサイズになるので、まあ、それほど大きくはないものになります。なので、変更するのはシャッタースピードを変更する必要があります。どれだけシャッターを開いているかの時間になりますね。これを変更することで暗いところでも綺麗な写真が撮れるようになります。でその長い時間シャッターを開くっていうことになるので、カメラを動かしてはいけなくなってしまいます。なので、なるべくこう三脚などを使って、撮影を行うか、まあ、最悪、こう iPhone を床に伏せるような感じで地面に置いて撮影すると、カメラを固定することができます。それでは実際に、その設定方法についてご説明させていただきます。本日は、こちらの iPhone 11 Pro を用いて写真の撮り方を、ご説明していきたいと思います。はい、ではまず通常でデフォルトで入っているカメラを起動してもらいます。でこの左上にあるあの斜線に三日月みたいなボタンを押してもらうとナイトモードを起動することができます。で、これを押すことでそのシャッターを開いている時間を自分で選ぶことができるんですけれども、選べるのが3秒または10秒ですね。ちょっとその撮影環境によってどれぐらいの光を外から取り込むかっていうのがわからないので、この3秒で撮るか10秒で撮るかっていうのは何回か試してみてください。で今回は、一旦3秒でこれを設定してみます。で、カメラをどっかに固定しなきゃいけないので、カメラを固定するまでの時間がちょっと欲しいんですよね。なので、タイマーを設定します。でこの右にあるこのストップウォッチみたいなのがタイマーになるので、これを、まあ、今回例えば床に置くとして3秒で設定します。で、フラッシュはたかなくて大丈夫です。でこの状態で設定していただいて、この撮影ボタンを押します。で床に置くと写真が撮れるので、3秒間待っていただいて、こうパッて撮ると写真が撮れてます。iPhone 用の三脚とか、スマホ用の三脚というのは、100均とかでも売ってるので、ぜひちょっと買ってみて試してみるといいと思います。はい、以上が iPhone での写真の撮り方になります。この動画が参考になったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。